第2回目はですね、東北エリアから私マギー石井がお送りいたします。空港に出口で迎え来たの飛んでんな。どうぞ。さあどうぞ。もう食っていいですか。ちょっと待って、冷めた方が面白い。ちょっと待ってくださいよ。食べちゃいましたね。うまい。あざっす。すいません。こういうことですね。おはようございます。デジャブ編集部員のマギー石井と、どうもー、デジャブ編集部イケチンです。はい、おはようございます。だいたい朝じゃ元気。おはようございます。どんどん落ちていくタイプです。はい、さあマギーちゃん、はい、2日目の朝でございますよ。2日目の朝、本日はですね、はい、スロットの実践を行っていこうと。まあ昨日は結構あれですね、あの本当クソみたいな一日でした。ちょっと聞こえてますからね。大丈夫ですか。大丈夫です、はい、大丈夫です。まあ今日もどんな一日になるのか。はい、今回も僕何いつものごとく、はい、何も聞いてませんから。で昨日の夜俺は何すればいいのか問いました。はい、好きにしてくださいって言いましたね。好きにしてください。非現実に行ったら一番危ない単語よ。いやいや、本当好きにしてください。好き、楽しんでください。するよ俺は。好きに、自分のお休みだと思って、はい、今日の目標はリベンジです。はい、ヒゲノリのリベンジです。どういうこと。 あの時足引っ張ったから。そう、あの一緒にハーデスを歌してもらった時、もうだいぶ僕が足引っ張りました。自由にやって、その後が俺がどういう風に打つか分かんないけど、その様子をちゃんと遠くからチェックしながら、さらにプラス選手を叩いてくれるという。もちろんスーパー高等技術。そんなできる子。そんなできる子。そんなに負けないようにやってください。そんなできる子。そんなに振れ幅のない機種でちょっとヒーさん戦ってどこまでいいの。2000枚ぐらいまでいい。1500にしましょう。1500。2000ちょうだい。2000。じゃあ2000。分かった。よし、パチンコもあるぞ。まあパチンコももちろんありですよ。はい、さあ私現人は、いつもみたいにですね、考えないでオープンしちゃったよ。おはようございます。おはようございます。まずマギーが何取るか見ていこうかな。私のリベンジ、もちろんこの機種ハーデスでいきたいと思いますよ。お、ピンドラあった。でもピンドラどうかな。ピンドラ最近ほんとハマってますね。こう面白いんだ。あなたから収録で設定を気にせずピンドラですよ。こんなことできないでしょう。さあヒゲさん、はいよ、早速実践の方開始していきたいと思いますが、はい、準備よろしいでしょうか。もちろんですよ。いや、じゃあ行きましょう早速。はいよ。はい、お願いいたします。ガックンはないですね。マギちゃん、はい、これのピンドラはね、多分強気です。あれもう分かっちゃいました。いや、もう昨日の通、まあ、昨日の出目は別に見に来てるわけじゃないか分かんないですけど、完璧に普通に小厄介シーバーホーしてるこの停止型からガックンがなかったんで。まあでも今日はあの好きな機種楽しんでいただきたいんで。ああ、9ゲームでヘルゾーン入りましたね。あ、じゃあ変更してるよ。ありがたい。はい、青マジカルマギー、からの、おい、青マジカルマギー、おお黄色までいった。3回目これ当てたいな。マジカルマギー来た。どんどんどん、うん、マジカルマギー、まあこれは痛い。さあ、ちょっと待って、ないな。お、同色だじゃん。スイカ同色。やべえ、1本2本か。32、やった、つかんねえな。
本当に最近お気に入りですね、ピンクドラム。面白いんだよこれ。ほら正直さ、もう申し訳ない言い方だけど、はい、まあ、設定が入る台ではないじゃない。まあ、どこ行ってももう低設定しか打ってないはずなんだけど、はい、結構勝ってるし。あ、そうなんですね。低設定機でも楽しめてるから俺は好きよ。マジで？またスイカ？なあ、遊べるだろう。ちょっと店内の方を朝市の状況を見て回ったんですが、開店直後でですね、台線が5台あるんですが、もう全台15分で当たってると。で、あと朝市のリセット確認して129チャンス約リセット状況を確認しているユーザーさんがいたんですけど、お、ちょっとごめんなさい、131で巨大化。おー、これで当たったかもしれない。こ、134ゲーム、早い。で、その他の機種はですね、リセットがかかってる機種、かかってない機種がありそうです。お犬さん、そっ、 OKOKOK。朝一のお犬さんは70で行きましょう。さあ、こっちで飛べる。激アツ。もしかしたらこんな。またキャメルいたんだ。あ、青い色だったんだ。じゃあ止められなかったんだ。192、追加投資ギリギリなしです。さあ、3発目のピングドラムチャンスですが、まだ光りません。また飛んでる。めっちゃ綺麗な。はい、42。なんとか追加装置せず頑張ってますね。さあ、一発目の GG が終了です。はい、70ゲーム366枚。3回目、ここドン、なし。23ゲーム、12ゲームでチャンス枠引いておりますが、ループってことにしましょう。さあ、なんだい、お犬さん、さっき70なんで70以上。 OK、
60ゲーム。さあ終了です。はい、枚数引き継いでおります。140ゲームで472枚。そのピングドラム以外のなんか新基準でハマってる台とかはないんですか？ないね。はい、あのオスバースには面白い。避けて当たりでしょう。はい、で勝ちです。またスイカ。今のところこれで500枚解けました。500枚ですね。はい、だからあと1500枚いるわけですね。1500枚、そうですね。追加投資。366、中段青7。さあここで私も500枚を使い切りまして、2人目。さあ400いったんで、ヘル入ってくんないですかね。これどんどんどん、あ、来た来た来た、403で黄色ヘル。よっ、当たる当たる、どん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 、お、続く、オーケー、ノノノン、おい、当たる当たる当たる、うーん、からのなし。追加でピンドラチャンスしてほしいです。これもらったっすね。あ、追加で青一色です。297。こんなに甘いと言っていいんですかね。コシさんは僕との打つ時いつもこういう感覚なんですかね。まあ、ヒゲさんがどうせ2000枚ぐらい出してくれるからいいやみたいな。いつもなんか目離すとバラエティで好きな台打ってるからさ。俺、打っていいって言われて打ってるけど、今ちょっと気まずいもんだって。多分通常の精神だったら気まずくなると思うんだけどな。なんか後輩にちょっとおんぶに抱っこって申し訳ないなみたいな。次で7発目なんで、ここで入ってほしいです。確定画面の色青じゃないですから、見ててくださいね。うわー、スイカよう当たんな。移植はなし。青投手92、追加投手なし、なし。もう、一番深いところまで行きました。固めてるよ。562、中段を、風も吹かないし、お、
848明快目出ましたね。明快いったか。何事もなかったかのように。あれよあれよと600を超えておりますよ。恐ろしいね。ハーデス20本目。え、俺より投資ってない言っております。8つ目、8天井なんてあったっけな強気でしょうね、強気でしょうね、はい、さあとりあえず、ピングドラムチャンスにて ART も突入しました。8つ目ですね。総投資、変わらず16本のままです。さあ3つもらいました。あとはディスティニータイムで3つもらって6個で行きましょう。でそれを続けてる間にボーナス行きましょう。いいですね。しまった、一個も貯めずに行ってしまった。これで1個かな、うん、やれてるやれてる。これよこれよ。ピンドラはここで2個もらえればもう合格としましょう。いやーごしょい、やべっべっ、頼む、よし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 、頼む、あーやべやべ、セイラライ、あーアウト、ストップ、よっ、これがラッキーパターン、これがラッキーパターン、いける日なんじゃねえか、これ、はい、頼む、頼む、はい、よしよし、ここが楽しいよね、ST パターン、いやね、ピンドラ面白いですよねって人、大体ここが気に入った人だよね。はい、逆押しチャンス、あーやべ、はい、ここでボナリタイ、よーし、今日チェリーピングドラムチャンス、よっしゃーい、やれるパターンです、やれるパターン、得意なんですよ、得意なんですよ、イゲンジ、よっしゃ、ここで同色だったらでかかったよな。やれてますやん。あ、銀スイカ、あ、いや、スイカじゃないです、銀リンゴ、この銀さえ取ればもう今日ありとしましょう、よしとね、ということで落ち着きましょう。目標がリンゴを6個貯めるでしたけど、もうすでに7個までいきましたから、よしよし、チャンス、あーやばい、あと2、よし、頼む、ここで決めろ、あーセイラライ、あーハサミ、アウトー、ボーナス引いて枚数減っただけだからね。だよもうホタル、ヒゲエンジン、よし行きましょう。おいヘルは4入る、来た赤、来たよ、本日初赤、これは当てます。マジカルマギー、マジカルマギー、オーケー、よっしゃー、本日5回目のヘルゾーン、もう1回目の赤ヘルで766ゲームでジャッジメントでございます。オーケー、乗れ、オーケー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 、こまめに行きましょう。お犬さん以外そんな簡単にはいかないと、はいゴー、よし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 、よし、いい子だね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 、よし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 、うわ、かわいいですね、かわいいですね、ああ、よし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 、かわいいですね、かわいいですね、言うことを聞いてくれ、60、
いやー早いよー。70ゲーム210枚。リンゴ8個。基本的に圧演出が僕はフリーチです。今日パターンが出た時のみ中押して一角ズドンとか。お、デカボタン、オッケー。リンゴ 10% ぐらいだっけか。ラスト、ラストリンゴか。やった、はい、戻りました。ここがあるからね、ピンドラ好きなんですよ。結局リンゴ使い切り終わったのもこの3ゲームで何か戻るんですから。やった、これでいいんですから。はい、ありがとうございます。戻りました、イケンジン。これがあるよね。これちょっとちょっと気持ちいい部分があるから好きなんですよ。惜しかったね、これダメだな。まあまあまあ、でも伸びましたね。はい行きましょう。もしかしてここでまた何か弾けるかもしれないですかね。マジカルマギ、残念でした。枚数の方が172ゲーム245枚、一応3セットいきましたね。まあまあならまあ遊ぶってこういうことだろ。一回店内見てこようかな。さあ、というわけで戻ってまいりましたが、まあ、正直に言って打てそうな台はないです。でちょっとですね、あまりにも八方塞がりになったんで一回マギーと会議の方を行いたいと思いますよ。マギちゃん外来て。了解しました。さあマギーちゃん、はい、呼び出したら他でもございません。なんでしょう。聞きたいことがまず一つございます。はい、なんでしょう。昨日ですね、結構疲れましたよね、あれ。そうですね、あの絵は地味だったかもしれませんけど結構疲れたんですよ。足今痛いです、まだ僕。で、すぐにでも飲みたいなっていう中、あなたは100キロ以上の距離を移動してここに来ました。はい、なんでだーボールがなぜここだと。そうそう、そう、それはそうでしょちゃんとそれは理由あります。あるの、あります。あるなら聞きたい、あります、教えて。だから今回のテーマですよ、ヒゲさんの休日を僕がプロデュースするんですから。ほう、普段こう並びがもう200人とか300人とか400人とかの中でやってるじゃないですか。夜中から並ぶのも疲れるかなと思って。まあでも全然並ばなきゃいい絵が撮れないので俺はやるよ。いやだから、ま、待ってください、平日フラット近所のホールに打ちに行ったりするでしょ普通の人はですよ。まあ普通の人は家のそばで休めるんじゃない、はいはい、ちょっと好きな台打って、ちょっとあ今ちょっと寝坊したけどちょっと打ちに行くかなみたいなのをちょっと味わっていただきたかった。だから自由に打ってっつってんだ。そういうことです。あー俺も確かに言われてみたらその感覚ちょっと忘れてる部分あったわ。だ休日のヒゲさんをそのままなんかきっちり絵を作らなきゃいけないとか立ち回りをしっかりしなきゃいけないとか、はい、本当にただ打ちたいから勝ち負け無視して打つなんてことはないもん。そうでしょう。そうなんですよ。確かに休みっぽいわっていうホールにぴったりだと思ったんです。あここがで そのための100何キロ。そう100何キロ3桁移動。今回の収録も視聴者を無視したってことですね大変申し訳ございません。はい、わかりました。皆様僕も謝っておきます。申し訳ございませんが、そんな中でもマギーが必ず一山見せると見せます断言しておりますので、はい、今日の動画もお付き合いください。ご期待。はい、不安ですこんにちは、東北レチャーガールズのアリサです。今日は私が実践収録ホールさんをご紹介いたします。今回実践収録の舞台になったのは福島県福島市にありますパーラーしのぶ西インター店さんです。パチンコ300台、スロット177台を設置。パチンコは4円、1円、0.5円、そしてスロットは1000円47枚、1000円188枚の計5レートから選んで楽しんでいただくことができます。寝台も積極的に導入しておりますので皆さんの打ちたい機種がきっとありますよ。また季節限定の景品など新商品を随時入荷している景品コーナーも魅力的です。東北自動車道の福島西インターチェンジから1分とアクセスも抜群です。
430台分の駐車場も設置しておりますので、皆様ぜひ遊びに来てくださいね。お待ちしてます。最終決戦。お、気持ちいい。あ、ここで書き換えた臭いですね。当たったらね、得点あり。おーし、多分強調の方ですね。 ART 中のゲーム数も継続して引き継いで256か7ゲーム。強チェの青い色。ここで、運命の至る場所でしたっけ、もらって、そこでピングドラムチャンス引いて ART と。あ、入った。あれ、これはちょっと待って、どういうことなんだ。その前に引いた子役でボーナス、いや、ボーナス後に抽選してないもんな。普通にボーナスと ART ついてるやつだ、強中で。おかしいな、今にも引ける気持ちなんだけど。すごいな、そのポジティブシンキング。マジさ、はい、プラス思考の時とマイナス思考の時の肯定がすごいよ、本当に。金組織みたいな、もう全科目の法則みたいな。もうやるときはもう振り切れた方がやっぱ楽しいですから。ゼロか100。もちろんそうです。恐ろしい男です。さあ、プチュンチャンス。ほい。おお。チャンスできました、紫7。とりあえず1個目、とりあえず1個目の確定役、紫奈々。ヒゲさん、はいはい、とりあえず1個目の確定役、紫奈々。通常時の紫奈々ですか。通常時でございます。うんこ役じゃないですか。そこで、そこで、そこでペルセポネが引けるようなら、マギーのそのやれる感は本物だ。なるほど、行ってみましょう。ペル登場します。ペル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 、ペルセポネ、お犬さん。そういうもんだ、そういうもんだ、そういうもんだ。乗せないっす。おっしゃー、いいよ。おえーどうした、ヒゲさん100ゲームです。いいよー、おはようございます。いやー、やっぱ楽天的な考えっていうの大事だな。気を楽に打つとやっぱ結果もついてくるんですよ。もう一個、中段一個。 OKOKOK、 十分です。あ、そっか、ラストだった。140ゲーム。かなりベル引けてるね。まだレディーだから、これはボーナスじゃなくてもいい。そういうことね、バッチリ。よし、こっからボーナスだよ、引くなら。そう、これがボーナスなら最高なんですよ。強チェリー、よいしょー。なし、なし、直もらいもなし。これはもったいないな、まあ、可能性はあったね。ドキドキでいただき、よしとしましょう。いやー、この間に銀が1個でも入ってればな、そういうところにね。まあ、でも3周できれば全然もう OK ですよ。コインもだいぶ増えましたし、ここはもう終わってもよし。これさ、また不思議でさ、ここで終わるときとね、ここまで行って終わるときと、ここまで行くと、ああ惜しかった、もったいねえと思うけど、ここまで行った方がコインいっぱい増えてんだから、こっちの方がいいんだから。でもね、終わるならここで終わってほしいよね、人間だもんね。不思議とね、これ上に上がっていけば上がっていくほど、もう一個だけもらってからみたいな、やきもくすんだよね。一個でもベル多く取れてるから得なのにね。面白いよ、うまいこと人間心理をついたね。ちょうどこの7回っていうのがまたうまいんだよな。いいってなるの、半分超えると。ここはまだギリギリやきもきしない、臨回転です、臨回転。終われたらここ
離すと競らない。うわ中押し見ない俺は。ああ続いた、やきもきするゾーンに来ました。 やきもきするゾーンに。いやあと2つ、こうなってくると取りたいよね。ここ欲しい、ここ欲しい。おじゃ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 頼む。いやフラグ立ったんじゃないですかこれ。よしよしよし、中押してこのナビだったらもう大丈夫です、はい、OK です。4周終了、5周目あと2つで金もらえますから。ここまで来ると今度ね違 う、 こう金リングの焼きもきが出てきますよ。おー来ました金リングまで行きました。はい、こうなると欲しいよね、こうなると欲しいよね。これ逃しちゃダメだよ、ここはでかいぞ。頼む、もうここだけはちょうだい。よしよしよし、頼む頼む。よし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 、あと1234。よし中押し、よし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 、あと3つ中押し。あマギー低設定楽しい。一個一個逃せないから楽しい。低設定楽しい。いやだって来たチャンスをマジでものにしないと危ないからさ。いや本当その通りっすね。頼む頼む頼む、セイラナイ。あとサーコンセイラナイ。楽しい楽しい楽しいわ。惜しかったね、やきもきしたね、一番やきもきするところで終わったね。おーしょい、たまには狙ってみようと思ったらですね、揃うっていう。セイラライ、あ残念。さあということで枚数引き継ぎまして、うん、画面が、通用が359の524万。何事もなく140ゲーム終わったのに終了しちゃった、はい、紫7から140ゲームの307枚純増もちょっと物足りないですけど、まあまあとりあえず今日の引き祭り見せ場祭りの第1本目をお見せできましたので、今日は何にも引けない日じゃないということはとりあえず僕の中で分かりました。まあもうピンクドラマいいかな、ちょうど後ろの花火開いたし見てこよう。1329で8回なんで160ちょいか、分の1。まあこっち打った方が安全は安全だわな。花火ちょっと打つか。でマギーがいっぱい出し始めたらまたちょっと遊んでみます。とりあえずは一回ちょっと様子見てあげましょう。遅れで、はい、下段どんちゃんテンパイが来たいです。目指しましょう。そこまではプチュン、おー来た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 、激アツ激アツです。今日の感想休日は楽しいです。ヒゲさんまたプッシュ激アツでございます。マジで何ゲーム46です。ちょっと見に行くわ、それはありえん。